と学ぶことが多い。どこ行っても学びしかないっていうか、もう常に全て歩いてるだけで勉強みたいな。ポカラポカラ、皆さんこんにちは。まちゃんこと経済アナリストの野口まりこです。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンド、皆様からのご質問にお答えします。皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。お願いします。2024年始まりました。年末年始、皆さんまだゆっくりされてるのかな、どうお過ごしですかね。まあ私はもうね、働いてるんですけれどもゆっくり皆さん過ごしてほしいなと思います。うん、おこたを買いました。おこた、こたつのこと、はい、こたつ、おこたっていうの、かわいい言うのかな、わかんないどう、はい、こたつの、いやもうぬく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 、はい、ゴロゴロいいね。私も実家にはあったね。株式クラブに行って勉強してます。うん、勉強してる、自分がやったやつだから私もね、猫ちゃんとね、ラブラブっていうか女の子なんだけど、猫ちゃんってラブラブしてるっていうのが幸せだねいや今日はもう、うん、第1回ということで、2020年の、経済のちょっと見通しだったりとか聞かせてもらいながら、うんうん、今年のちょっとまぶしさの抱負みたいなところを、ね、聞かせていただければと思います。かしこまりました。はい、まあ、新年一発目なんで、まずは相場格言ですね。毎年やってるやつからいきますかね。はい、うさぎ年には跳ねて辰巳天井っていう格言があります。今年は辰年なので、うん、上り流上っていくということなんで、辰巳というふうに、まあ、うさぎ年でピョーンと日経平均が跳ねて、その後ギュギュッと上がりますっていうのが、うん、相場格言でありますと。で、これ別に何も作られた話というよりは過去の実績から言われてるんですね。で、例えばこの東証が開いて以降73年ぐらいあるんですけど、その間のうさぎ年のパフォーマンスって 16% ぐらい上がってます。辰年は 28% の、弓年は 13% 上昇ということなんで、黄金の3年間って言われてるのよね、やっぱ実際これ。ああ、なんか思い出してきた、去年もそれが始まるみたいな。そうそうそう、実際そうなったもんね。ウーネ2万6000円ぐらいからさ、3万円回復して3万3000円乗せてきたからね。うん、もう3万8000円しやかみたいな感じで終わってるわけだから、うん、去年ねこれ話したらさ、皆さん結構コメント欄とかに、いやそんなの当てはまらないよみたいな声結構あった記憶があるんだけど、バカにならないんだよねっていうのをやっぱね、ちょっと改めてね、年始だしお伝えしときたいなと思ってます。うん、まあちょっとより 目で見て、視覚で見て、はい、年間騰落率をさ見ましょうよというので持ってきたのがこちら。はい、ね、牛とらうたつみ、馬羊猿鳥犬、ご覧の通りですね。うん、う跳ねてたつみ伸びて馬で下がる。じゃ馬来ないでって感じだけどね、馬私の年だよね、馬ちゃんねひどいけど、まあ今はねいい年なんで、先ほどお伝えしたように 16% 伸びて、今年は 28% 伸びるとなると3万8000円、4万円って視野に入ってくるのよね。で、まあそこの計算式に関しても散々お伝えしてきたんで、今日はお伝えしませんけれども、はい、今年も上昇が期待できそうだっていうのが一応全体のお話で、去年の言ってたことも間違ってませんでしたっていう話です。そうですね、うん、前回の去年の年末振り返った動画でもそうでしたけど、うん、いろいろ大変だったけど着実に数字残した年だったねみたいな。そうね、本当にね、感覚としてはね、ピリピリ不安ばっかりだったけども、はい、結果見れば伸びてた年だったわけじゃないですか。うん、うん、なんで結局ほったらかしいいよねっていう話になるんですよね。まあそうですね、うん、細かまちっちゃいねこと見てるよりは、1年間何も言わずほったらかしてたらパフォーマンス出てましたわっていう話なのでそういうことですね。なのでもしかしたら今年もよりそうなりそうな年なので、うん、まあニーサをしっかりねやっていってコツコツやっていきましょうっていう感じですかね。まあ去年もちょっとご説明はいただいたと思うんですけど、うん、1年の流れというかどういうふうにこう月が流れて、株のなんか流れとかあるじゃないですか。うんうんうん、ちょっとそれを理解できる。あ、そうですね。夏頃までは堅調であることが多い。必ずしもではないんですけども、うん、堅調であることが多くって、その後夏にちょっと調整する。8月頃ってこう、売買の取引も少なくなるので、下がりやすいのよ、うん。で、去年もそうだったわけじゃない、やっぱり。はい、結局ね、8月下がって年末株高っていうのは、こういう曲線を書きやすいっていうのは毎度のことなんですよね。うん、なので、その流れはぜひご存知いただきたいなというふうに思っていますね。なるほど。うんうん、もう
今年で言うと選挙あるじゃないですか、アメリカ。あ、そう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 、一番のリスクだって言われてますからね。あ、やっぱそうなんですか。うん、アメリカ大統領選挙でトランプがなる可能性ってすごく注視されてますし、日本人のエコノミストばっかりが集まるこう最後のなんていうの会みたいなところにテレビ局の取材も入ってて、多くの皆さんが、あと日本トップのエコノミストの方がおっしゃってる日本のリスクはもうトランプリスクというふうにおっしゃっていて、やっぱりそれって何かというと、地政学のリスクがもっと深まるというか、分断が広がる可能性があるわけじゃないですか。で、脱炭素とかそういったもの全然無視なんで、トランプさんって、うん、今一応皆さんで電気自動車とかさ、脱炭素とか言ってるわけなんですけど、一応鉄鋼業界とかああいうブラウンエコノミーを背景として地盤が強いトランプさんなので、そんなもん知らないわと、全然ブラウンエコノミー OK だよみたいな風になると、今ちょっと世界で議論してることと真逆のことになるわけじゃないですか。前そのトランプさんが、大統領だった時は米中対立が本当に激化して冷え込んだのよね、株式市場も結構、はい、で経済も冷え込んだしっていう記憶もあるので、やっぱそこをすごく皆さん心配してますよね。でもこればっか分かんないので、そのリスクは常に考えておきましょう。11月に向けて、今年は本当に2023年自体もかなり激動な、なんか年だったなとは僕自身思ってるんですけど、うん、なんかまたさらに動きそうなくらいのあれですよね、うん、日本は金利を上げていくのかっていう、インフレも進んできましたし、結構今年は今年で大変で、私は去年に関してずっと冷静に、はい、いやソフトランディングだから株高だからっていうのを言ってきたと思うよね。そうですね、まぶしさんがもう冷静に淡々と解説してくださって、何もぶれなかったんだけど、それは単純にアメリカの利下げが見えていたわけじゃないですか、いずれ来るだろうって。大統領選挙はまだ来ないわけだから、基本的に堅調なんですよね、っていうに基づいて何にもロジックを変えなかった。でも今年は確かに相場格言というと辰巳天井なんですけど、うん、ぐっといくかもしれないけど、去年よりも波乱は多いかなと思ってます。つまりマイナス金利解除、これをどれぐらいうまくできるのかどうかっていうのは、ずっとやってこなかったことを初めて日本でやるわけだから、いい風に作用するかもしれないけども、腰寄らさせる可能性もあるから、まずめちゃめちゃ怖いで、おっしゃる通りも選挙、大統領選挙に関してはもう日本はノンタッチってかどうしようもないわけじゃない、そこは。はい、それによる外的な要因というのはすごく大きいので、うー年よりも今年の方が難しいと思うけどね。じゃあちょっと覚悟そう持って、だけど結果この最終的に3万8000まで行くみたいなのは今のところロジック変えてないのよ、私は。はいはい、うんうん、なので株価で見るとすごいそういう風な動きになってるかもしれないけど、毎日の情報を追うと今年と同じようにしんどいかもね。そういうことですね、うん、言えばいろんな出来事はあっても、うん、去年は顕著に数字は上がってきたとか、うん、いろんなことがあってももしかしたらそれがいい、そうね、数字としては数字として結果っていう可能性はあるなと思ってて、なのでそこまで別にマーケットに張り付く必要がない人はさ、もうちょっと俯瞰してゆったり見てたらいいと思うんですよね、去年同様。でも職業的にはそうはいけないので、もう毎日毎日あっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ動く相場見てうーってなるっていうのが仕事だし、まあそれはそれで楽しいと思ってやってるので、よりちょっとハードな年になりそうだなというのはワクワクしながらもう見てますね。しっかり追いかけてやろうみたいな感じです。冷静にってことですか。うん、そうです、そうです。まぶしさん、うん、個人的に今年はどんな年にしたいかみたいな方法を、あ、今年はですね、はい、3つありますと。まず去年から引き続き日本金融経済研究所という自分のシンクタンク、社団法人の活動をより強めていきたいと思っていて、去年は8月に小池百合子と知事にご登壇いただいたサミット、はい、で、まあ、あれと同じようなものを今年も開催したいなと思っていて、YouTube でもね、たくさんご視聴いただいて、そうですね、当日だから500名以上の方が YouTube からご視聴いただいて、で、一部会場にも来ていただいた方が、経営者の方はいらっしゃったりとかありました。そういった活動を、今年も続けていきたいですし、会でいただいた皆様のお声とかも、どん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 政治家の方とか行政の方にもお伝えしていきたいなと思っていて、そう、日本の企業価値が高まるために、みんなでやっていくってことを、行政の皆様と一緒に考えていきたいっていうのは、まず変わらずありますし、より去年よりもパワーアップして、バージョンアップしてやっていきたいっていうのが1点目ですね。で、2つ目が、今、社外取締役を、e ガランティーというね、売りかけ債権保証では日本トップ
で、ファーストロジックという、不動産投資情報でもこちら日本トップ。楽町さんっていうね、YouTube、40万人ぐらいいらっしゃるところを運営されてるのがファーストロジックなんで、そこの会社なんですよね。見てます。見てますよね。はい、面白いなと思って。皆さん、チャンネル登録してない人は、楽町、だから向こうの方がね、登録数多いので、あれですけど、もしされてない場合は、ここから楽町行っていただいて、不動産のお勉強してほしいなというふうに思いますけれども、その二つで、社外取りのお仕事させてもらってます。うん、で毎月のもちろん役員会議だけではなくてですね、本当にどちらの会社も従業員の皆さんが素晴らしいんですよ。本当に自分たちの会社を愛していらっしゃって、誇りに持ってらっしゃって、皆さんもと一緒にいろんな活動もさせてもらってます。まあ特には IR のところ、企業情報を発信していきましょう、投資家さんにっていうところは、いろいろ一緒に担当者の方とご相談させていただきながら、いろいろやってましたりとか、うん、あとそうですね、ファーストロジックさんはメディアなので、こちらの新聞とかメディアにも出演させてもらったりとか、コメントを寄稿したりとか、そういうお仕事もさせてもらっています。そういうふうな、まあ、お仕事プラス、やっぱりそのガバナンスっていう役割から社外役って役割になってると思うんですよね。企業統治っていう側面で。で、私はガバナンスについてもいろんなところで記事書いてますけど、経営者を縛り付けるようなガバナンスっていうのは、それだけでは多分ダメなんじゃないのかなと思っていると。まあ、形式女性いくらとか、こう、どれぐらいがダイバーシティがどうだっていう話はもちろんそうなんですけど、そもそもそういうことだけではなくて、企業って常に意思決定なんですよ。役員会議って意思決定なんですよ。これをどうしますか、これやりますか、やらないかとかいう判断が常にあるんですね。でそれをみんなで OK です、いいなしっていうのをやっていくわけなので、その時にいろんなリスクを伴いながら会社って前に進んでいくので、うん、このリスクを、じゃあ取っていいリスクなのかどうか、取らない方がいいのか、じゃあ取った場合は、どういうふうにみんなでサポートしていくのかとか、そういったことを熱く議論する。ちゃんと皆さんとこう向き合って議論する前に進んでいくためのガバナンスっていうのがすごく大事だと思っていて、で、自分が関わらせていただいている会社に関しては、それが少なからずできてるなと思うんですよ。だから常に会社は前に成長するために存続していて、そのためにいろんなリスクを取ったりとか前に進むわけじゃないですか。じゃあこれどう思いますか、これどう思いますかってみんなで議論して、やっぱ年配の、熟練の社外役の方はもっといいアイデアがあるっておっしゃることもあるし、いやこれはリスクだよとおっしゃることもあるし、私は金融の立場からこういう考えを持ってますみたいな、こういうのって本当素晴らしいなって常に思うんですよね。なので私はそういうつもりで社外役を務めさせてもらってるというか、役員会議以外の現場の方とのコミュニケーションもすごく大事にしてますけれども、役員会議に関しては前に進められるガバナンスの立場っていうか、そのためには自分がインプットしてたりとかいろんなことを知らないと何も言えないじゃないですか、もちろん。なので想定されうるようなことはやっぱり事前にたくさん予習をして、あるいはこれまでの知見とかいろんなところからその時に改めてヒアリングするのもありですけども、この会社のためになるような勉強っていうのもまだ1年生なんで去年になったばっかりなんですけど、これからよりこのあたりの知見も深めていきたいし、関わった会社はやっぱ全てそうですね、より良いものになっていってほしいって思いが強いので、ね、日々勉強、日々学びっていうのは思ってます。ごめんなさい、うわしか言えないくらい、ね、ちょっと勉強になりすぎていやいやいや、ガバナンスってすごい、だから企業の経営者をキュッて締め付けるっていうか、はい、こうしなさいこうしなさいっていうなんか決まり事がめちゃめちゃ多い、監視の色合いがすごい強いんですけど、うん、まあ、もちろんそれは守らないといけないんですけど、それだけだと経営者ってやっぱ萎縮するじゃないですか、うん、それを守ることに必死になるので、それプラスもっともともと持たれている発想とか、もともと持たれている経営者だから持っている思いとかあるんですよね、うん、それを絶対に途絶えさせないっていうか、守るっていうか、引き出してもっと成長させるみたいなことも役員の立場だと私は思うんですよね。なんかマブスさんほどなんかある程度の業界というか経済のトレンドだったりとか、本当に地政学でもそうですけど、うん、今こういう流れですよみたいなのを知った上でのこう推進というか、意識と推進してもらったらすごい心強いですよ。私なんか本当ビビたるあれなんですけども、本当にあれなんですけども、でもその立場なりに一生懸命頑張らさせていただいてるっていう感じです本当に。あ、なるほど、業界はそういう風になってるなとか、経済の動きになってるな、うん、そうなるとやっぱり僕自身もこう会社にとって、うん、周りがどうなってるのかってなって、うん、マブスさんみたいな考え方で、うん、じゃあ競合他社がこうあってとか、うんうん、分析するような考えが身についてそこはより今年
強めていきたいというか、まあ、強めていきたいところばかりなんですけど、はい、そこも常に考えているし、これはでもアナリストだけの仕事では見えてこなかった視点なんですよ。もうアナリストって本当外から見て、取材行って、どうですかどうですかっていうか、うん、こう、どちらかといえば、ちょっと監視の機能あるのよ、アナリストって。増収増益じゃないのは何でですかとか、うん、なんでこれ使ったんですか、この MA の資金は無駄じゃないんですかとか、うん、マーケットからすると監視の役割があるんですよ、うん、なので厳しい分析をする方も多いわけなので、それが良かれと思ってやってきたこともあるんですこの8年間、うん、だけどそれだけだったらダメだなっていうふうにも思ったんですね。 ROE 高めてください、 PBR 一倍はダメですよ、改善しましょうっていうのをガーってこうマーケットって求めるし、アナリストも求めるんですけど、うん、上場経営者ってすごいみんな本当真面目なので、うん、もう絶対答えようってされるんですよね。でもそれに答えることってものすごいエネルギーいるわけでしょ。でそれをやってるうちにやっぱ本来もっと考えていたビジョンとかミッションとかあるわけじゃん、うん、こっちが薄れちゃうこともやっぱたまにあるっていうか、見るのよそういう現場を取材先で、うん、なんでなんだろうとかいろいろ思った時に、型にはめすぎてるって側面もちょっとあるな金融業界からっていうのも思ったりして、うん、で守らないといけないことは守る、だけども飛躍させていく、共に一緒にリスクのことを考えて前に攻められるみたいな役割はアナリストでは多分できないので、社外のところではやりたいな。本当に馬部さん取材される企業さんとかもね、本当にその企業さんがちゃんとこう株価が上がっていくというか成長していくようにお話しされるというか、うんうん、お話をお伺いにされてる姿を僕は見てるので、ええ、まさにそういう感じであれですよね、いい形で関わってるというか、あ、そう、そうできればなと思って、うん、日々勉強あとは学生さん向けですね、はいはいはい、ハリウッド大学でも今客員准教授を今年も続けさせてもらってますけれども、その他ニュースピックスさんでね、この前立教大学とコラボされたところでも金融教育についてもお話しさせてもらいましたし、うん、今年もいろいろいろんな行政の方から大学生とか学生さんとのイベントにもお声掛けいただいているので、オープンにできるようになったら皆さんにお知らせしたいんですけれども、うん、いろんなことが学生さん向けでも決まったりしてるんですね、うん、でここもやっぱりやっていきたいですね。若い世代の方々に対していきなり投資じゃなくて、前からお伝えしている通り社会の仕組みとか、なんでこんな風に金融政策が動いているのかとかって大事だと思うんですね、うん、なのでそのあたりのお話からまずはさせてもらうっていう、まあ、金融教育のお仕事もやらせてもらってます。いいバランスですね、やっぱり話聞いても。だって大学生とかってこれからのなんかトレンドみたいな感じはあるじゃないですか。本当学ぶことが多い。どこ行っても学びしかないっていうか、本当に大学生からの質問から学んで、はい、でそれで改善して兄さんの動画作るってね、うん、やってるから年末で。解説では伝わってなかったんやって言って。素朴な質問がね、いっぱい、ね。そう。で、改善したので、もう常に全て歩いているだけで勉強みたいな感じですよね。引き続き頑張りたいと思います。羨ましい限りです、マーベさんから講義を受けるっていう。いやいやいや本当ね、今年もね小林さんがいなければね成り立たないので、よろしくお願いします、ね、そして皆さんもね健康第一で今年も1年走り切ってほしいなというふうに思います。そうですね、皆様ご自身の抱負についてもコメント欄で教えてください。ほっこりしてね、ほっこりしたい。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、今年もよろしくお願いします。ここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。今回の動画がいいなと思っていただけた方はぜひいいねボタンと通知ボタンとチャンネル登録までどうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。